ここはパチガム学園。パチンコパチスロにまつわるあらゆることを学べる学園なんです。一体今日はどんな授業が行われるんでしょうか。この番組はパチンコパチスロ業界初心者のプレミアムガブガールズの2人を人気ライターが過去のやっちまったエピソードを教え、その失敗談から楽しく学ぶことをコンセプトとしたバラエティ番組。その名もやっちまったティーチャー。起立。はい。で、お願いします。お願いします。はい、おはようございます。川原みのりです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日の講師はパチスロ必勝ガイドが誇る人気女子ライター、川原みのり先生。成功への道を着実に歩んできたと思われる彼女にも、何やらあまり人には話せないやっちまったエピソードがあるそうですよ。さあ、まあ、ぶっちゃけここに結構出てる方たくさんいると思うんですけど、うんうん、私そんなにやっちまってないんですよ、うん、本当に私優等生で、うん、はい、学校とかもかなり優等生で、勉強とかも頑張ってきたタイプなんで、はい、まあ、特に中学校までは結構成績も本当に一桁ぐらいは普通で、いつも一、うん、クラス40人の5クラスぐらいとかはあったんで、多分それの、要するに9位以内には入ってたってですね。そうですね、まあ、高校に入ってからですね、はい、なんかちょっと勉強しなくなっちゃって、あら、なんで、なんだよ。なんかバイトが楽しくなっちゃったんですよ。あ、バイト、はい、ずっと中学校から自分で働いてお金を稼ぎたいっていうのがずっとあって、ただまあ中学校ってダメじゃないですか、大体バイトって、ね、みんなやりますもんね、高校になったらね。そうですね、なんで、まあ、何をやったんですか、バイトは。高校1年の1年間はマックで。あ、いいな、スマイル欲しいな。いや、それくださいください、スマイルください。有料になります。有料あるじゃねえかよ。そんなお店首だ、首。そんなテンポ聞いたことないよ。でもそんなのやってたら成績も下がっちゃったでしょ。そうですね、ガタ落ちしました。もう一番最初の、うん、まあ、新入生のテストってあるじゃないですか、高校の、はい、あの時は15番とかそのぐらいだったんですけど、うん、それがもう卒業する頃には98番とか、なんかギリギリ100番以内ぐらいの。いやいや、でも人数はいるんですもんね。280人中の90。はい、そしたら相当じゃないですか。そうですか、うん、そうですか。まあ、ただちょっと最初好印象だったらちょっと嫌いになっちゃった。あれ今も嫌いになっちゃった。いや、でも結構その90番って俺らからしたらいい方だと思うよ、うん、200何十人。あれ、なんかすいません、ね、できる子はデリカシーがないんだ。ちょっと待ってよ。ちょっと落ちたの、すごい落ちたみたいな、もう最下位ぐらいな感じに言う。そういうの言うと俺なんだよ、じゃあもうよ。カスだよ。まあ、結局興味がなくなっちゃって、うん、勉強というものに、うん、はい。でも親はだって大学行くと思ってたでしょ。 そんな、うん、そうですね、完全に思ってたと思うし、ね、受験もするとは思ってないでしょ。そうですね、まあ、ね、センター試験とか、まあ、受けなさいよみたいな感じで言われて、うん、まあ、センター試験か、うん、分かったみたいな、まあ、軽く、ね、はい、うん、で受けたんですが、うん、まあ、これが私の最初のやっちまったになるんじゃないかなと思うんですけど、センター試験で。センター試験で何だと思います。え、センター試験で、はい、センター試験でバイト入れちゃった。いや、すごいそれ。センター試験、替え玉、受けました。替え玉じゃない、替え玉じゃないよ。カンニング。カンニングではないです。頑張れば大学進学も可能な成績だった川原先生。しかしセンター試験当日になると勉強したくない気持ちが爆発し、
なんとマークシートを全部適当に埋めるという暴挙に出るのでした。なんかその時期はこうグレたかったんですよね。へえ、いいわーってなっちゃったんだ。なんかあの真面目にいい子だったんですよ。真面目に生きてきた分、ね、はい、ちょっと反動があったのかな、はい、かもしれないです、うん、ずっといい子で周りの言うこと聞いて、なんかちょっと溜まってたものがあるのかもしれないですけど、はい、そんないい子の私がですね、マークシートを適当に塗ったのみならず、うん、はい、この程度では止まりませんでした。ということで、はい、次のページをどうぞ。あらら、東京に、北海道から、はい、北海道から東京に。惜しい惜しい、はい、東京に着くじゃないですか、うん、で東京に着いて、うん、あ、まあ、予約したホテルに入って、うん、でまあ、それなりの時間になってくると、まあ、もちろん親から電話がかかってきて、そりゃそうだね、あれ今どこにいるのみたいな、友達と今日ご飯食べてくるのみたいな、うん、いや違うとか言って、どこにいるのって言われて、うん、東京って言ったら、え、いや東京にいる、何言ってんのって言われて、でめちゃくちゃ怒られて、電話 でそもそもまずその電話を出るなって話なんですけど、そこはやっぱりちょっといい子が残ってて出ちゃったんですよ。あ、そうなんだ。そうなんです。はい、それで、まあ、最終的に次のページですね、こうなりました。もう親とは決別すると意気込んで家出をした先生でしたが、いざ結校に移ると自分のした罪の重さ、親への申し訳なさに押しつぶされそうになり、ホテルの一室で永遠と泣きふけるのでした。もちろん怒られることも分かってたんですけど、なんかその電話を出て怒られた瞬間にもうそっから涙がもう止まらなくなっちゃって、とんでもないことしてしまったと思って、やっちまったなでしたね本当。ただまあ結果的にこれが、まあ、きっかけで東京を出るのも許してもらえて、フリーターみたいな感じでバイトをしていたところを、まあ、スカウトで、あのグラビアの方を始めまして。スカウトしたくなるわ。芸能系ね。そうですね。グラビア界に、はい、可愛いかな、入りました。水着系ですか。水着系です。あら、あら、まあ、つけてればまだいいよね。俺は別だ。俺は一緒だ。俺は違います。まあ、一応 G カップあるんで。あ、そうっす。まあ、本当にあるんですか。ありますよ。どれどれどれ。いや、どれどれじゃない。俺 G カップを見抜くあれはすごいよ。あれはどういうこと。G カップを見抜く何。僕 G カップからは巨乳だと思ってる人なんで。ああ、はい、じゃあ巨乳じゃん。あるんすか。見抜けんすか。目で、見た目で分かるってこと。どうですか、どうですか。あるよね。ないね。嘘だ。もしくは乳首がものすごい長いから。どういうこと。トップのタレ。もうあのさ、もうなんか夜の居酒屋で喋ってるから。じゃあちょっともう男が触るとあれなんで、ちょっと一回確認してもらっていいですか。いいんですか。いいですか。絶対あるから。すいません。全然。あ、出かけ行ってもんじゃねえの。おい。あれ、え、あ、え、全然 G よりありそうな気がします。おい、アンダーとトップの差がすごくあります。そっかそっか、そういうことね。今これ服でなんだろう、どうせ。そう、分かりづらいけど。ほら、服装でも。あ、すごい。おばかされてんだよ。触りてーよ。まあそんな感じで、まあ、ライターになりまして、まあ順調にお仕事もやらせていただいてはおります、うん、はい。結構じゃあ家出してからは結構トントン拍子にちゃんと進んで、うん、そうですね、うん、順調だと思いますよ、うん、みんな家出しろってことでしょ。そうだね。え、そういう教えではないかな。そういう教えではないかな。そういうこと、はい、忙しいんですか。そうですね、割とまあスケジュールが結構ぎゅうぎゅうになっちゃったりすることもあって。またできる子じゃん。いや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 、すいません、すいません、お仕事をいただいてます。すいません。お休みとかはもうあんまないですか。お休みはそうですね、全然取ってないです。はい、でまあちょっとスケジュールがね結構ぎゅうぎゅうになっちゃうのも、まあ、空いてますかって聞かれると、空いてたら、うん、あ、空いてます、そこはってなるじゃないですか。空いてたらそれね。そうなんですよ。あ、まあそのおかげでですね、うん、結構こう、あの全国
行ったりするので、うん、場所をこうポンポンポンと点々とすることが多くて、リアルモモですか？そうですね。目的地は鹿児島です。そうですね。はい。そんな感じです。はい。私の最近の結構無理めな移動ということで、はい、5泊6日コースですね。この間本当にだから家には一回も帰っていないんですけど、宮崎に始まり、鹿児島で長野に飛びます。来ますね。で、三重、栃木、大阪とか。すごいな。超売れっ子じゃんこれ。一回も帰れないですもんね。だってね。帰ってないですね。全部前乗り前乗り。まあ、で特にその鹿児島から長野に移動の時なんかは、あの鹿児島からとりあえず羽田に飛行機で帰るわけですよ。でそこからあの飛行機で帰ると羽田からもう電車では長野には行けなくて、あのそういう場合は夜行バスで、頼まれたら断れない性格の先生、忙しいのはありがたいことですが、こうも忙しいとやはりストレスもたまるもの、そんな先生が頼るものといったらあれしかないですね。これだけすごいスケジュールだったらストレスとかもたまってくるんじゃないですか。そうですね、またねストレスがねたまってくるんですけど、そこは今の私にはお酒があるんですよ。お酒で発散できるんです。先生はいっぱいお酒を飲まれるとのことなんですけど、なんか失敗談とかないんですか？そうですね、まあいろいろありますけど、まあお酒の飲み方は人それぞれなんで、まああの先生の場合はまあこんな感じですね。映像がございます。映像がほんと申し訳ないと思うね、つい多分半年ぐらい前で、マギーさんも、ね、知らなくて、はい、危ないですよ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 、もう壊さない、熱弁をされて帰りますよ、もう可愛いじゃん、帰るよ、帰るよ、なんで、壊さないでくださいよ、危ない危ない危ないですよ、危ないですからね、危ないですな、なんでもないですよ、はい、こちらがですね、大好きなカレーでございます。帰りますよ。なんで？じゃあもう、いいでしょ、もう十分でしょ。え、なんで？ジャイコじゃねえんだからさ。全然十分じゃないよ。じゃあ十分じゃないの？何？十分なの？十分なの？十分だよ。おー、あれやっぱいつでも飲めるよ。いつでも飲めますよ。いつでも飲めないんだよ。だって泣いちゃう。一人の少年がピーターパンになるまでを描いた。何時間ないね。そうだね、修繕があるからね。10月31日何の頭にできんや。何そっか、お疲れ。お前は早く飲めよ。いいから、閉めるかい。うん、閉めるかい。まあ、ちょっと待って、声ガラガラだな。ああ、おお、痰が絡んでんじゃないか。カッペ、あ、そうですよ、カッペ対象です、うん、カッペ。今の一部始終は全てカメラに押さえてありますので、今の一部始終は全てフィクションです。フィクションです。はい、ありがとうございます。じゃあビーム出してますね。いや、これちょっとやばいっすね。やばい、先生やばいよ。そうですね。いや、昔ちゃんともう親の言うことを聞いてたことはもう思えない。もう本当にもうダメな人になっちゃいましたね。でこれ全然まだね、続きあって、あのこの後あの道で、あの座り込んで大泣きしたりとかしてるんですよ。やばいな。ちょっとそれは上級者向けすぎるんで、今日は持ってきませんでしたけど。映像があるんです。そうですね。映像に全部収まってます。はい。今回の授業で私が皆さんに伝えたいことは、仕事の後の一杯は身を助くということで。まあ、そういうストレスを、まあ、たまにこう発散して次の仕事にちゃんとつなげると、
そしたらまたいい仕事ができるようになっていくと思うんで、うん、仕事ストレスねえよ全くないの。まあ私の場合移動とかですよね。移動も楽しい。本当ですか？ね、転職。そっか。転職買ってみる。多分いっぱい移動しすぎてんじゃないですか。ちょっと家に帰りたくなっちゃいますね。やっぱり。ああ、それはわかる。もう何日わかる。やめたらいいのかな。あれなんで？あれ。お姉さん怖い。怖いよ。仕事させてください。お願いします。仕事を減らしたら仲良くねえんだな。しない方がいい。そんなこと言わないで仕事来なくなっちゃうじゃんということで、はい、本日の授業はここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。私がみのり先生から学んだことはこちらです。自分を貫く、はい、先生はあのお母さんにそのセンター試験を受けなさいって言われてももう自分のそのやりたいことをやりたかったからあのめちゃくちゃにしてたと思うんですけど、東京に行ったりとかも。でも結局やっぱり先生は成功してると思うので。ありがとうございます。はい、あの先生みたいに自分のやりたいことを貫いて頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、私が、みのり先生から学んだことは、はい、これです。溜め込まない、うん、と仕事をやっぱり詰め込みすぎるとやっぱりストレスも溜め込んじゃうので、そうするとやっぱ最後のああいう動画みたいになってしまうので溜め込まない、はい、仕事も詰め込みすぎないということを気をつけたいなと思いました。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。はい、頑張ってください。頑張ります、はい、頑張ります。グラビアという世界では2人の先輩にあたる川原先生の授業だけに今回は学ぶことも多かったようです。人間誰しも悪ぶりたい時がありますが、なんだかんだ真面目が一番ですよ。急にプッツンしてセンター試験を適当に受けたり東京に家出したりする女がいたんですよ。なーにー川原みのり、やっちまったな。みのりは黙って親に謝れ。みのりは黙って親に謝れ。北海道だから短めに謝った方がいいんじゃないかな。市外局番は何番かな、わからないね。